え、なんで？根拠は？皆さんこんにちは、看護師のしきです。今日はつい新人さんがやりがちな行動3つと先輩看護師とうまく過ごすコツをご紹介したいと思います。私が新人看護師の時は本当に仕事ができなくて、なんでこんなにできないんだろうって悩む日々でした。先輩との関わり方も厳しめの先輩の時はもう本当に落ち込むばかりでしたし、逆に優しい先輩でもこんなにできなくてごめんなさいっていう感じでした。そしてなんとか看護師を続けていくうちに、たくさんの先輩や新人看護師さんを見て、こうしたら新人看護師時代をうまく乗り越えられるというコツを見つけたので、今日はですね、同じ悩みを持つ新人看護師の皆さんのお役に少しでも立てると嬉しいです。どう？大丈夫そう？大丈夫です。あと15分ぐらいで終わりだね。帰れそう？点滴も終わってないし、シャワー解除できてないし、先生にさっき体重測るように言われたんですけど、それもできてないし。報告大事です。ほうれん草、報告、連絡、相談。就職して最初の時期は挨拶だったりメモを取る姿勢などでやる気を見せることが大事というのを前回の動画でご紹介したんですが、最初は先輩についていろいろ見学したりする時期だったと思うんですが、患者さんを担当し始めるなど自分のお仕事が増えてくる時期になったら、先輩にこまめに報告することを意識してみてください。看護師のお仕事って最初は時間通りに進めることがすごく大変なんですよ。例えば検温ということで患者さんの元へ血圧や体温を測りに行こうと思ったら、午前中リハビリにもうすでに行ってしまっていたということで、そろそろ戻ってくる時間と思ってお部屋に行ってみたらもうお昼の時間になっていたり、じゃあ午後に行こうかなと思ったらシャワーの時間とかぶってしまったり、そんな感じで他にもなかなかこう自分の予定通りに進むことができず、もう終わる時間になっても終わんないことがたくさんっていうことあると思います。私は最初時間通りに終わらせることができなくて、本当に先輩を待たせてしまうっていうことが続き、なんでこんなにできないんだろうってたくさん悩みました。先輩はどうやって時間をうまく使っているかというと、優先順位がはっきりしていて、できる仕事はもう早め早めに終わらせているので、先生の指示が追加で入ったりとか、あと緊急入院の患者さんが来てもこう余裕を持って対応できるんですね。ただこの優先順位っていうのは総合力が求められるんですよ。患者さんの状態や治療についての理解だったり、薬の知識、検査の時間や、あと先生の追加で採血などの指示があったり、多くの情報を理解して選ぶ必要があるんですよ。お仕事に優先順位をつけてっていうのはやっぱり最初難しいと思うんですよ。だからこまめな報告が大事になるんです。最初の予定より時間が遅れそうになってしまった時など、先輩に相談するといろいろアドバイスをもらえます。大事なことはアドバイスをもらった時に、先輩はどういう理由でそれを後ででもいいよって言ってくれたのか、またどういう理由でこう決まった時間にやんなきゃいけないって言ったのか、そういう理由をメモしていく。そして次につなげていく感じです。そこで学んだことをたくさん自分の中で積み重ねていくと、優先順位だったり自分がどう行動していけば時間内に仕事が終わるかというのが見つけられるようになってきます。先輩も余裕があればちょこちょこ声をかけてくれるとは思うんですけど、忙しいと声をかけられないこともあると思うので、報告することで自分の状況を先輩に伝えることもできますし、先輩にいろいろ教えてもらえることで勉強もどんどん深められると思います。じゃあ薬のダブルチェックしよっか。 6R 全部言える？あ、じゃあヒントね。正しい患者さん、正しい薬剤、正しい目的とか学校でやんなかった？先輩の質問に対してこうバリバリ答えられるっていう人は実はいないので、分かる範囲で大丈夫です。私新人の時にすごい間違えるのが怖くて、この人できない人って思われたらどうしようってたくさん悩んだんですけど、先輩っていろいろ聞いてくると思うんですよ。それは決してテストとかをしているわけじゃなくて、これは知ってるかなっていう確認だったりするんですね。先輩もどこがわからないかっていうのが具体的に分かった方が教えやすいんですね。なのでここまでわかるんですよって言ってもらえたりとか、ここは聞いたことあるんですけどって言ってもらえた方がこうコミュニケーションは取りやすいです。これは先輩にもよるんですけど、反応がないと、え？
勉強してきてないのとか、こうネガティブに捉えちゃう人もどうしてもいるので、できる範囲で大丈夫なので反応した方がいいコミュニケーションが取れます。あと根拠はって聞かれることも多いと思うんですよ。でこの根拠はっていうのも、単純に先輩はどうしてそう考えたのか理由が知りたいっていう気持ちから言ってることが多いんですね。みんながやっているからこう行動したとか、なんとなくこうかなと思ってこう行動したっていうのは危ないんですね。必ずこういう理由で患者さんにこう対応したというふうに考えることがすごく大事になってくるので、先輩は根拠はとか、なんでそう考えたのっていう質問をたくさんしてくると思います。質問されることで自分がわからないことがわかるっていうのもすごく大事なことなので、答えられる範囲で答えちゃって大丈夫ですよ。まあ正直に言うと、たまにガチで厳しい人はいます。そういう人の根拠は？はめっちゃ怖い。そんなことも勉強してきてないの？と言われることもある。ただこれ私の分析なんですけど、そういう先輩って、その先輩自体が新人看護師の時に厳しく教えられたっていうタイプが多いんですよ。なんだろう、教えるっていうのはこう強く言うことみたいな思ってる人もいるんです。でそういう厳しめの先輩に当たるとやっぱり辛くて、本当になんで自分はこんなにできないんだって自分を責めてしまうことあると思うんですよ。そういう時は、なるほど、この先輩はきっと厳しく育てられたタイプなんだなって、こうなんだろう、心の距離を一歩置く、なんて言うんだろう伝わります？ちょっと一歩引いてみると心に優しいと思います。で指摘された内容に関して自分が勉強不足だったなって思ったところは、そこをしっかりと勉強して、そういう考え方がこう自分の心に優しいのかなと私は思います。今はできることをどん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 増やしていく時期なので、何回か動画でもお話ししているんですが、前の日できなかったことが次の日できたらもうすごい進歩なんです。一つ一つ積み重ねていくと大きな自信となると思うので、皆さんを全力で応援していますよ。じゃあこの順番でやっていくと思うから、今から患者さんのところ行こっか。でも学校ではこう習ったんですけど。でも本にもこう書いてありました。でも昨日教えられた時はこうでした。看護のお仕事をしている時は答えは一つじゃないって思うと考えやすくなると思います。もちろん基本となる考え方は参考書だったり、いろんなところで勉強する機会はあると思うんですが、看護師もいろんな考え方があるので、昨日教えられたことと違うぞっていうことはよくあります。でもっていう言葉は結構なんか強いというか、でもそれ間違ってますよみたいな感じに取られることが多いんですね。あれおかしいなと思ったら、まずは調べてみたり、もしその場で対応しなきゃいけないことがあったら、先輩にこの前こう習ったんですけどとか、私はこういうふうに勉強したんですけどって伝えてみるのがいいと思います。お仕事をしていると周りにたくさんの先輩がいるので、先輩を見てあいいなと思ったことはもうどん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 真似していくことをお勧めしますよ。あこういう視点からこう考えるんだという考え方であったり、逆に自分が先輩になったらこういう態度は取らないぞっていう、そういう面もあると思います。そして先輩のいいところをたくさん吸収して、自分のなりたい看護師になる。私自身が新人看護師の時にひたすらできないことが多くて自己嫌悪に悩んですごい辛かったので、もし同じように悩んでいる新人看護師さんがいたら、なんか少しでも心が楽になるようにと思って今日はお話ししてみました。これからも新人看護師さんの役に立てるような動画を考えているので、今日の動画が良かったよと思ってくれた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。皆さんの悩みに寄り添えるような動画を作りたいと思っているので、こういう動画を見たいというリクエストがあったらぜひコメントで教えてください。新人看護師さんを全力で応援しています。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。